さんの。めちゃくちゃねこれ。ホットラインマイアミやっていよう。頑張って。人のやり方を俺が教えてやるよ。このゲームは左右のスティックで操作する。アーリジェパンした相手の顔を狙い、相手を傷させたら、オッケー。正しいこっちの赤い部屋にはバット手に持って R1 振ります。 L1 で拾って入る。はいはいはい、なるほど。いいかな、これ。まだまだなら次は銃の使い方を教えてやろう。青い部屋に L1 押すだけ。R2 が6個目、はい。捨てて、これね。はい、ということですね。え、何見てなかったか。マジか。まだ読んだ、普通に。やめろよ、痛い本なんだから。見たくないよ。うん。はい、正解。まあ、薄いゲームが出てくるから。そうだ。しよ。
で右スティックでその十字の向きを変える、あのカウンターストライクの 2D 版みたいな。ああね、いるぞ。あれカジ君、ウミルコの実力は2がこの DLC らしいんですよ。このパッケージに入ってたホットラインマイアミ2で、これ元々は海外のゲームらしく、つい最近配信された場合でして、1は近接中心で2は銃撃戦中心らしいです。ほぼでこのゲーム1は銃を音で一緒に殺されるみたいな感じで、だから1は近接で2は銃撃戦
詳しくは説明欄にある URL を見てください。つけとやゆが言われる。ちょっと持ってる。何これ。こいつちょっと持ってる。何これ。みんな上手ってね。あいつパイプじゃない上に。
バンダイのうどんだけシークレットの殺人番手あれ殺せるんだろうな、もう一度殺せるんだろうな、ガラスは見えるらしいんだよ。ニコニコ動画の方で個人的にリクエストをいただきました。お前、おお、なるほどね、殺人番手そういうこと。バカの間違いや、これ。ちょっと待て、ちょっと待て、おかしいぞ。あいつが何にいるか。おいおい、今銃持ったらあいつ。なんだよ、このゲームで。こいつ殺してるぞ。バレたぞ。わかった、銃はダメだ。銃は帰りに行く。行きはあれだよ、行きは良い良い。え、なんでバレたの。マシンガンだよ。捨てて、もし敵が撃ってもバレるの。どれ、関係ない。アメリカって言っても、見える車だね。見える車。